こちらはまずは朝倉未来選手。この間前田明さんがブレイキングダウンは未来が現役で格闘技界の中心人物という担保があってこそだった。引退してしまって状況が変わった今、ブレイキングダウンは急速に人気を失っていくだろうと発言しまして、でそれに対して朝倉未来 CEO のアンサーが自身の SNS に上がりまして、それがブレイキングダウンは急速に人気を失う、前田さんに俺の企画力を推し量れるのかな。なんだかんだ YouTube でも5年間100万再生を取り続けてきた。あなたが現役ではないのにアウトサイダーが流行ったように、プロモーターが現役であるかどうかは興行の盛り上がりとさほど関連性はないと思う。むしろ俺がコミットすればするほど興行は面白くなるだろうねと。はい、これがあれですか、格闘技漫画で一番人気があるっていう父とこの親子喧嘩のバキっていうやつですか。はい、皆さんはこれについてどう思いますでしょうか。そして朝倉海選手が、俺がチャンピオンになったら UFC が兄貴のことも欲しがるかもねと発言したことを記録員さんが拾って、もし朝倉未来 CEO が UFC と契約となったら対戦相手は誰がいいですかとポストしまして、それをまとめていきますと、集まった声で一番多かったのはやっぱ過去朝倉未来 CEO が正直負けないっすねと言ったマックス・ホロウェイ選手でしたね。あとはフェザー級でやっているので現在6位の、ここのところは負けが込んできておりますが、オルテガ選手に、あとそのオルテガ選手にボクシングで上回り勝利した、あれはなんて髪型で注文すればやってもらえるのか、ディエゴ・ロペス選手に、11位のストライカーギガ・チカゼ選手、あとは一つ落としてショーン・オマリー選手などと続いていっておりました。あとはまあカスコメ行くと歳三とかね、1円でもいらん、かわいそうだからもうやめてあげようなどというのもついておりまして、そしてあとはメイウェザーとやってるんだからマクレガーとだってできるでしょというものもありました。皆様はまだ何か他にありましたら。そしてこちらは昨日の UFC308 終わりのダナ・ホワイト代表記者会見で、朝倉海はデビュー戦が王座戦ですが、フライ級で今何か問題でも起きているんですかと聞かれ、ダナ・ホワイト代表、いや彼が強えってことだと返しておりました。もうバックにはダナ・ホワイトがついているので何も言わせねえぜ。はい、でも当日は実際にはブーイングの嵐になるんでしょうね。でもそこで勝つのが超気持ちいいよね。そしてさらに、その二人をはるかにしのぐパワーを持っていると言われている兄弟の父、カイクルさん、以前に、カイは堀口ともう一度戦う時が来るから、その時は会場に行くとポストし、そうするとそこに、堀口じゃなくて、堀口さんだろうとコメントがつき、それに対してのアンサーが、なんで二回りも年下のガキに、さんだと、それに対して、ただ生きてるだけで増える年で生きっちゃうんだと言われ、と返しておりました。はい、これは昔楽しんごのラブ注入とありましたが、こちらは沈惑注入ですね。そしてさらに、私にはこういう目の付けどころ私持ってないんで感心しましたが、堀弁護士がこんなポストもしておりまして、朝倉海の UFC タイトルマッチや18歳の秋元京馬の台頭、女子無敗のライジン王者伊沢聖華など JTT が盛り上がってますが、どのようなスポンサー様がお似合いですかね。皆さんの意見を教えてほしいです。実際に紹介いただけるとなお嬉しいですと。本当商売につなげるのがうまいというか、常に考えているからこういうことができるんでしょうね。でこれに対してはナイキ、アディダス、ミズノ、スポーツメーカーはどうとか、エナジードリンク出してる系の企業とか、洗剤メーカーとか、秋元京馬は味の素で伊沢製菓はカルピスっていうのもありました。でも洗剤メーカーはね、マットが血だらけですからどうなんですかね。あとレッドブルはレッドってついてるけど、実際には血の出るスポーツには協賛をしておらず、だからやってるのはサッカーとか F1 とかでやってて、でそこにモンスターエナジーが格闘技の方には入ってるっていう流れですね。じゃあせっかくなんで、私が思うこの選手はこのスポンサーどうっていうのを、まあ思いつきの決めつけでやっていきますと、まず萩原恭平選手は足が細くて綺麗で、かつ足の筋力バネがすごいので鹿せんべいにしましょうか。ヤーマン選手はホストクラブの愛、アキラ選手は強力補修テープのゴリラで、堀江義則選手はなんかなにわ金融道の看板の中からどれか一つにしましょうか。ソープランド、美しい国一本とかね、スーパー温泉、スペルマ、
ほのぼのレイプ、ミス赤貝、あとは喫茶あそことかね、はい、まあね、肉欲棒太郎っていうキャラが出てくるぐらいだからね。はい、なので今やっていただいている今のスポンサーさんの他にもまだまだプラスして各ファイターの方々も募集していると思いますので、ぜひねよろしくお願いいたします。はい、そしてこちらはマジックマッシュルーム入りのチョコの蜜入で逮捕から出所してきた遠征井上さんの YouTube で、遠征さん、最初私に懲役7年とか日本にはもういられないとかの話も出てて、ノッコン寺田は前に付き合いができてて友達だと思っていたのに、自分のこの件について動画を撮ってて笑うしかないって言ってて、いや笑えないだろ友達なら。それに事件のニュースしか見てなくて、仕事のため YouTube のためだけにやってるんだなって思っちゃった。大丈夫？心配ですとかより信じらんねえはははははは、みたいに言ってて、軽い失敗だったらそれでもわかるが、あの時の俺は人生が沈んでいる時だから。例えば自分だったら、実りのことで言えば彼がいい人で友達だと思っているから、俺はそれは笑えない。確かに間違いは犯したけど、どうしたっていう気分になってくる。ノッコンにはそれがなんで笑えるか聞きたい。敵か友達か、それが知りたい。はっきりしてほしい。友達じゃないって言うなら、最初から私の勘違いだったからそれでいい。事件中は全く音沙汰がなく、保釈が出た瞬間、遠征さんお帰りなさいニコニコ絵文字ってもので、心配したら普通こうなるというと、聞き手のスタッフの人も、笑ってる人ってあんまいないですよねと。遠征さん、ウリタも最初調子に乗ってると思ってたが、動画全部見たら自分のことを心配してくれていた。全くムカついてない、むしろ感謝してる。ノッコンとの付き合いはどうするか説明してくれ。ありえない、はっきりさせようよと。でこれに対してノッコン寺田さんの方も動画をアップいたしまして、遠征さん、俺が捕まったけど待ってるとか言ったところで誰があんたのことを応援すんねん。俺だって辛いが、むしろああ言った、俺は仲間だと思ってる。ででも遠征さん、あんた偉そうなことを言ってた割に、あんた薬物で捕まって、それでお前はどうだとか言うのはお門違い。俺は遠征さんが好きだから YouTube を出した。嫌いだったら名前すら出さない。あんたにいいこと言ってる奴らは利用したり、あんたを怖がってるだけだから。ラグビーでもミスした時に甘い言葉をかけてくる奴は要注意だった。遠征さんが日本にずっといられるようにっていうツイートが流れてきて、ちゃんと俺はそれに署名したし、それなのに仲間じゃないってなんなん？でも捕まった意味では遠征さんが俺を裏切ったんちゃう？俺はあんたを 100% 人格者だと思って絡んでいた。コメントで俺にノッコンは金でしか動かないってあったが、お前らとは守るもんが違うから、お前らは金を稼いでもやれキャバクラ、やれいい女やで終わり。でも俺は家族のためにやっている、お前らとは違う。俺はだから反社との付き合いにも気をつけている。そんな中反社を信用して近づいて捕まったって、そんなの当たり前やと。そして遠征井上さんに応援歌を作ったとしまして、柴田さんのプロレスリング柴田参上のやつをパクって替え歌で、中に朝倉未来が好きでブレイキングダウンに出たけど周りは反社半グレばっかりだという歌詞が入っておりました。もしかしてノッコンさん、ユーゴが捕まったとかで旗色変わってきているとかで徐々に離れようとしていってる？そしてこちらは青木真也選手の地上波ラジオ、いつも学びのある人生交差点。青木真也選手、極悪女王よかった。興行とやっぱりレスラーっていうのは複雑な家庭環境、コンプレックスを抱えながらやっているっていうのをちゃんと描いていたから、表に立つ人はみんな何かしらコンプレックスやらを抱えている。プロレスってのはあと昔からチケットとグッズ売ってって構造がずっと変わってないっていうのも再認識した。キャラに感情移入を俺はしないタイプ、ただザラーっと見てるだけ。青木真也選手、自分はツケを回さない生き方を選択してきているし、逆に言えば頑張ったものは返ってくる。20代で頑張ったもののみ30代で次の世代で戦えるチケットが手に入る。
頑張ることが次の年代のパスポート。それがないと40代で手詰まりになる。最近元ファイターが2人亡くなって、無理して若い頃やってて50前後でそういうのが来る。それを防ぐには無茶と自分で理解してやっていくしかない。ガッとやるなら 2,3 年のチートのみ許されるのは、それ以降は抑えていかないといけない。私も以前言わせてもらいましたが、 100% の力で 2,3 年できていたからって、それが一生できると思ってやり続けちゃいけないんですよね。やっぱ日常 70% ぐらいの力で永遠にもっと20年30年できるように調整していかないと、というのはね、体調を本当に壊した時に学びましたが。で、青木真也選手、平本蓮さん、木村実さんの、ああいった問題はつけではなく彼ら個人の問題、一緒にしちゃうとひどい、無理とモラルの崩壊は別だから、品格を無視してアテンションを集めに行くこととは違うからね。自分はもう穏やかにやっていきたい、無茶して勝負をかけたりとかは全くない。通常ファイターはみんな健康とトレードしちゃう。格闘技が好きだから、金にもならない業界に入ってるわけなんだから、俺は豊かになるためにやっている。そっちの方が結果は長く続く。プロで儲けたいとか思ってる人は続かない。日本はスポーツは競い合いと教育のため、海外は豊かになるためにスポーツを始める人が多い。その違い。そして青木真也選手、自分の子供の頃は言うことを聞かない ADHD、 主張が強かった。郷三浦さん、今離婚した遠く離れた子供たちに対して思うことあるんですか、に青木真也選手、全くないです。興味も全くない。挨拶に来たらそれには返すと思うが、喋ることとかもあんまない。自分の試合を見ているとは思うが、そこもまあ正直あんまもういいかなって感じかな。っていうか、子供がちゃんと育っていってくれるような社会にしていった方がいい。極論仕事とは両立しないしね。自分が子供を作ったのは勢いと、以上で、仕事と家庭の両立が無理っていうのはビッタケシさんが昔からずっと言ってましたね。でも所ジョージさんとかうまく両方やってるイメージもありますが、でも仕事よりね、奥さんの方が大事とも言っておりますね。そしてこちらは10月25日、北岡悟選手夫婦のインスタライブ。北岡悟選手、ラブラブです。一回やってみたくてスキンヘッドに今しているが、年内にはやめると思う。秋っぽいので。次戦は来年になると思う。クインテットで両者に指導3回での引き分けとなったが、まあぶっちゃけて言うと、先に一勝自分のチームが挙げていたので、全部引き分けでよかった。そういう勝負。僕が無理やりキャプテンアフリカ選手と疲れ戦っても同じギャラですよ。2回指導が入った時点で3回目入れば両者失格だから、それでいいじゃんって思った。やられることはなく、こっちがやれることがあってのそれなら別にいいと思った。自分だけの反則で終わるわけじゃないので。てか、それがなくてもキャプテンアフリカにはやられていなかった。相手チームの中では彼が一番上手い選手だった。これは基本が引き分けのゲームだから。八千くんはかわいそうじゃないよ。あれでギャラをもらえるのでいいんですよ。大阪のパンクラスとうちのパンクラスのジムは全然意味と価値が違う。全然意味と価値が違う。うちはパンクラスの看板のジムだから。八千くんが前の方だったら、俺は大将で働かずにギャラがもらえた。プレッシャーから逃げたい自分がいないと言ったら、まあ嘘になる。クインテット決まったのは1週間前だった。モチベーションっていう言葉が嫌い。やる気があるかないかでいいじゃん。川尻さんとは特別に仲良くはないですよ。野菜ジュースはカゴメのやつが一番うまい。これは絶対。天野さんの得意料理はニラ玉と、ここで急に止まり終わっていきました。はい。ふぅ、未だに北岡悟選手を超える癖強選手はなしか。そしてこちらは滝沢健太選手。パニック障害を実は持っていたと X でカミングアウト。それが記事になりまして。他にはこれまで、タケル選手やライアン・ガルシア選手も発症しているので、同時に写真も添付されていて、並びがタケル選手、滝沢健太選手、ライアン・ガルシア選手となってまして、これに対して平本蓮選手、真ん中確実にいらなくて草とコメント残しまして、また最低などと炎上しておりました。
そしてこちらは平本蓮選手の弟子でもある11月4日ディープデビューが決まっている赤田プレイボーイ光輝選手。総合で試合中相手のことをいきなり舐めたらどうなるんやろうか、ありなし、ファンの人はどっちですか。山本聖吾選手、赤田くんやっぱりゲーだったの。赤田プレイボーイ選手、普通に男とやるのは無理ですよ笑い、体を舐めるのが平気なだけです笑い。でそこから、今から無料で何か食べさせてくれるご飯屋さんありませんか、ツイッターなどで宣伝はさせてもらいますと、こじき全開で草というコメントついておりまして、さらにそこから、勝って大晦日ライジンで購買に来とをやりたい、みんなも見たいでしょ、会見から乱闘とかガン付けとかバチバチでいくよ、とりあえず12月のブレイキングダウンの雑魚たちより本物の格闘技を見せれて大バズり確定、世紀の一戦になるよと。さらにジョリー君に対しても、雑魚すぎて相手にならんよ笑い、大晦日ジョリー俺とやるか、売名させてあげようかと2人に対戦名乗り。そしてこちらはヨギボーの木村誠二会長からパワハラを受けたと当時社員の男が訴えを起こした問題で、木村会長はそれに即 X で反論で、これをヤーマン選手引用リポストして、ザマッチ2022が消滅しかけた時に世紀の一戦をなくすわけにはいかないと立ち上がってくれた男気ある人です、通訳なのだから雇用した側が分かりやすいように通訳しろっていうのは至極真っ当な話でも、そんなことよりも彼氏がいないって言って同棲しているキャバ嬢の方がおかしいだろ、そういうのをもっと記事にしてくれと。 K1 の谷川誠也選手は、大将にキンキンでいろいろ相談に乗ってもらって、こんな僕にも親身になって話を聞いてくれて、素敵なご縁をつないでくれている方です、周りの人はみんな分かってますよ、ピース絵文字ということで、木戸康弘選手は金子昭弘選手を擁護して炎上しておりましたが、こちらも同様、まだ裁判の判決は出てないんですが、これは炎上しておりませんでした。まあファンもどういった中身か見て動いているんでしょうね。そしてこちらは昨日の UFC308 特別激アツでしたので長尺でいきましょう。まずは貴健信選手もタイで知り合い、以前勝利した時には DM をしたとも言っていたダゲスタン族のゴクレアッシュ、赤眼ストライカーのシャラプディン・マゴメドフ、改めシャラ・マゴメドフ選手 VS あの K1 でやっていたペトロシアン選手の弟のアルメン・ペトロシアンと同姓同名なだけで全く別のファイターのアルメン・ペトロシアン選手、ムエタイチャンピオンから転向してきたストライカー対決、試合はペトロシアン選手が有利に進め、このまま判定勝ちかと思われた2ラウンド。シャラマゴ選手のまず右のバックハンドブロー。しかしこれはブロッキングされ、からの返す刀で左のバックブロー。解説からは、これはツバメ返しだの声も上がり、これが顎を捉え、見事逆転勝利。観客のハートをがっちりキャッチ。マイクでは、これはムエタイで学び、今まで一度も成功しなかったけど、今回でやりました、次はアデサニアとやりてーよーと。そして後の記者会見では、アデサニアが俺との対決を避ける唯一の方法は引退をすることだと突きつけまして、ダナホワイト代表はこの KO はこれまで見た中で最高の一つと絶賛。シャラマゴ選手いきますと、まず試合中の怪我で手術をしたが失明、そして自分のスタイルについてこう語っている時もありまして、俺はレスリングはできない。でも殴れる。背中をついた状態からでも KO できる。俺と戦うやつは、たとえストライカーでさえレスリングで勝負に来る。ただ俺を抑え込んでも、俺の鋭い肘からは逃げられねえぜ、と。つまり絶対に俺からは油断できねえからな。打撃でいつでも飛んでくぜ、と。まさか今回もこんな隙にダブルで裏剣入れてくるとは。で、後にシャラマゴ選手、ああ、まだ無敗だとポストしておりました。これはめちゃめちゃかっちょええですね。ただ昔のアデサニア選手でしたら完封されたでしょうが、今この前も最後でポカして落としたし、どうなるか。今回みたいな技をたくさん持って臨むと勝機ありか。そしてセミメイン、悪魔王子カムザット・チマイフ選手 VS 元ミドル級チャンピオン、現在ランキングは3位の空手スタイルの打撃とテイクダウンディフェンスも一級品、ロバート・ウィテカー選手。試合は私も怖いです。チマイフ選手、さっとタックルに入り、テイクダウン、
さっとバックに回り、何なんですかね、あの手足が長くて、まあ、ヌメッとしてるというか、もう絶対に離れそうになくひっついてくるみたいな。で結果1ラウンド3分34秒で後ろから顎を一瞬でゴキゴキっとやりまして、ネッククランクで一本勝ち。やられたウィテカー選手、口の中がボロボロで前歯3本が断裂、血だらけの写真が後にアップされました。ウィテカー選手の顎の怪我は手術でしばらくワイヤーで固定する必要ありとのこと。マイクはこれが俺の仕事だから、顎を砕きたくはなかったが仕方ない、だな早くベルトを取らせてくれよと。でそれをプライベートで観戦していたチェチェンの独裁者のカディロフはプライベートルームで、ご満悦でチマエフ選手がそこに帰ってきたところを抱え上げて大喜びしておりまして、上には今チャンピオンのドリカス・デュプレス選手で、ショーン・ストリックランド選手、アデサニア選手が控えておりまして、ストリックランド選手はこのような声明を発表。おい、チマエフ、一つだけ理解しろ。次の王座挑戦者は、すでに周りで言われている通り俺だ。1月か2月に俺がやる。お前は母国のチェチェンに戻って、数ヶ月待てよ。ああ、そっか、お前はチェチェンには入れないんだっけか。じゃあ待ってる間に暗号通貨詐欺でもやってろよ、と。チマエフ選手はカディロフとつながりがあるので、息子にトレーニングつけたりもしててね。で、それでアメリカからは制裁の対象となってて、アメリカでのビザ発行が難しいレベルなので、というところから来たショーン・ストリックランド選手の皮肉になりますね、これは。しかし、チャンピオンのドリカス・デュプレス選手はチマエフ選手に対して、お前に早く初黒星をつけるのが楽しみだよ、とポストしておりまして、デュプレス選手的にはこっち狙いか。そしてこれは今年の9月末にカムザット・チマヨフ選手がライバルたちに強さの格付けをしているという動画がありまして、1が弱くて10が強いというもので、まずショーン・ストリックランド選手と聞かれて、5、喋りすぎだし練習で俺にされたことは覚えているはずだろ、スパーリングと試合は違うとあいつは言っていたが一緒だよと。そしてアデサニア選手については同じで5か6ぐらいかな、テイクダウンして頭を潰す。で、今回のウィテカー選手は3か4、いいやつだが嘘つきだから好きじゃないと。そしてカマル・ウスマン選手に2回も勝っている元ウェルター級チャンピオンのレオン・エドワーズ選手については、2か3簡単、顔をボコると。そして顔と強さに一番ギャップのある18勝0敗のラフモノフ選手については、5、いいストライカーだし打たれ強いがレスリングはない。そしてジョン・ジョーンズ選手と路上で喧嘩になったらどうしますかについては、ここは9、遠くから狙撃する、トラブルを避けたいからねと。唯一危機感を覚えているのが悪の帝王ジョン・ジョーンズ選手のみでした。でも階級違うし、しかも路上という条件もついておりましたが、でもジョン・ジョーンズ選手も自分の家に不審者が入ってきた時にショットガンを持ち出して対応しておりましたし、ということはこれ普通に2人の対決は銃撃戦になるっていうことですかね。そしてメインは、生まれはドイツも移民として、今の国籍はスペインとジョージア。ここまで15戦全勝、イリア・トプリア選手 VS これまで KO 負けなしのマックス・ホロウェイ選手。試合前にトプリア選手が、ホロウェイ選手が前回やり話題を呼んだリング中央で殴り合おうぜ、あのポーズを今回は冒頭に持ってくると言っていて、そこにも注目が集まっておりまして、でゴング返してトプリア選手予告通り手のひらで差し示すも、マックス・ホロウェイ選手はそれに乗らず、マタドールのひらひらの格好をして、おいでおいでひらりとかわすよと、うまいジェスチャーで対応。で結果はその後トプリア選手はカーフを混ぜた殴り合いで、さらにマックス・ホロウェイ選手より回転が速く顎をぶち抜きまして、なんとマックス・ホロウェイ選手から初の KO 勝利を奪っていきました。それでいてトプリア選手は組も激強ですからね、しばらくは長期政権か。そしてマイクの時にケージ内にタイトルを奪った相手、前チャンピオンのボルカノフスキー選手が来ておりまして、2人ハグして再戦に応じる、やろうぜ兄弟と言い、後にダナ・ホワイト代表も次はトプリア VS ボルカノになると発言いたしました。そしてトプリア選手の兄が8月に UFC と正式に契約しておりまして、そのデビュー戦が12月、1月になることも弟のトプリア選手から発表されました。名前はなんとアレクサンドレ・トプリア、28歳、5勝1敗の選手となります。弟の次戦の相手はだからアレクサンダー。
ボルカノフスキーですね。アレクサンドレとアレクサンダー。そして今回、試合前にケージの中でトプリア選手がコナー・マクレガー選手のパンチを打つ時の格好を真似して、コナー・マクレガー選手を挑発しておりまして、2人は以前から X でレス場を繰り広げる仲の悪さで、コナー・マクレガー選手はその後、コールに、俺を呼べとポストし、トプリア選手はそれに対して、俺と絶対に関わるな。もし会ったら、お前をぶちコロピーするからな、とアンサーいたしました。そしてまだ他にもありまして、ライト級ランキング4位の ATT 所属のダスティン・ポイエ選手も、ホロウェイか、俺は次、トプリアとやりたいぜ、とポストしております。で、負けた方のマックス・ホロウェイ選手なんですが、試合後の記者会見で、でも気分は最高。負けるまではうまくいってたんだよ。紙一重の差だった。でも気がつくと地面から彼を見上げていたよ。今後については急がない。7月にラスベガスでビッグイベントがあるんだろ。そこかな。ライト級の方が楽しそうだね。レベルも高いし、そこに私が加わったらエキサイティングだね。みんな私を見に来るよ。いや、葬式じゃない。試合をね。で、X の方ではマックス・ホロウェイ選手、トプリア選手に対して、おめでとう、エル・マタドールとポストしておりました。最高に洒落てますね。そしてライト級に再び戻ってくることを示唆しておりました。そして今回、マックス・ホロウェイ選手の入場曲の前半部分が、ナルトの曲だったようで、アニメ漫画の。それについては、俺はナルトが大好きだから。出てくるキャラのペインの登場は最高にクールだったよね。俺と嫁は、本当にナルトの大ファンなんだよ。その曲を聴いた時から、これを絶対に使おうって決めていたんだ、と、らしいです。はい。いつかは、だから、なにわ金融堂の会社名のタトゥーも、ぜひどっかに入れてほしいところですね。はい。とですね、今回、ちょっとこのように、意識的に UFC のニュースをお目に入れてみたんですが、皆さんどうでしたでしょうか。好評なら、今後も増やしていこうかなというふうに思っております。そしてこちらは本日ラスト。そんな堀江芳則選手のこんなポストで終わっていきましょう。駅のホームの椅子に座ろうとした時に座っていた隣の女性の方が手を俺の背中に当てて座るのを止められた。敬い方がすごいですね。椅子が汚れているんでみたいな感じで。素晴らしい。その椅子を見たらミルクティーみたいのが溢れとって自分で確認できたら確かに座ってない。感謝。ちょっと顔綺麗で嬉しかったと。まあ男性だったら誰しもどんないかなる時でも顔面をチェックしてしまうっていうのはあるかもしれませんが、あとは書くか書かないかの差ですね。まあ正直ということでありがとうございます。はい、というわけで本日は以上となります。今日はちょっとラストあるファイターの人がした投稿をお借りしまして、これぐらいだったら大丈夫ですよね。選手本人の顔も出ておりませんし、これそのあるファイターの方が他の選手にブチギレてて揶揄するために多分自分で作った自作したものと思われる画像になっているんですが、まあ他の人が作ったのかもしれませんが、一体これは誰が誰に向けてのものか皆さんお分かりでしょうか。お分かりいただけたでしょうかっていうね、心霊写真みたいな、まあ簡単な謎々になっておりますので、私結構こういうのを答え言うの忘れちゃう時がありますので、ここで皆さん方でぜひねとどめさせちゃってください。よろしくお願いします。多分切れて煽ってるんだと思いますが、これ見る限りチャーミングにしか思えないっていうね。はい。そしてここのところメンバーシップの方にちゃんと格闘技の話題もやろうとね思ってちょこちょこやっておりますので、はい、これまでやってなかったんかいみたいなね。本日の配信後期、今回は遠征井上さんとノッコン寺田さんの件について思うことというのを、多分なんだかんだで10分ぐらいになりそうなものがありますので、この後か間に合わなければ夜か明日にでもアップしますので、まだ加入してない人はしておくと、まあ私は嬉しいですので、ぜひぜひ。これまでにはこんなタイトルのものなどもやっておりますので、合わせてどうぞ。はい、高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにして、また聞いてね。本日も良い格闘ライフを。